こんにちは。いい響きがしますね。そうですね。こんにちは。今日は大人気、はい、スポット東京カルチャーカルチャーを貸し切りで、はい、すごいお届けしております。スポットの当たり方が半端ないからね、はい、いよいよ僕らもここまで来ましたよ。しょぼくれた公園で撮ってた時代が懐かしいですね。そうですね。でですね、はい、このコーナーはですね、うまくすれば安藤もできるはずだのコーナーです、はい。撮影は大人気プロデューサー、西崎です。西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ本丸に突入しようと思って、えダンスをそこが目標だったんです。言うのも恥ずかしいですけど、はい、ダンスが踊りたいんですよ、僕。はいはいはい。絶望的に体が硬い、はい、あとリズム感もない。おでも、はい、経歴からすると僕ね、だからそこがね、すごく説明がしにくいんですけど、はい、僕昔バックダンサーしてたことがあるんですよ、はい、某、騎士団というバンドの、はいはいはい、その時にバックダンサーしてたっていうことをたまに言うと、はい、カラオケとか行ったらちょっと踊ってよって言われるんですけど、はいはい、俺騎士団歌うから踊ってよって言うんですけど、はいはい、全くできません。なんでですか、その矛盾は。なんですか。彼らそんなポップなダンスしないでしょ、はいはい、ライブの時にですね、はい、みこしを背負ってですね、はいはい、はいはいはい、ここに団長が乗ってるわけですよ、はい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 、みこしを背負いながら、はい、こんな、はいはいはい、こういうなんかね、そういうダンスでした。ダンスなんですかね。ダンスというか、あとこうなんかね、はい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 、祭りみたいなね。なるほど。そんなダンスをやってたので、はい、もっとかっこいいことがしたいんですよ。なるほど。というわけで、はい、今日はこの東京カルチャーカルチャーを貸し切って、おダンスの基本から叩き込んでもらおうと思って、はい、YouTube 先生に。ダンスだってしたいでしょ、いつか。いや、したいですけど、もう諦めてました。基本ステップ練習まとめ15種類っていうのを持ってきました。はい、15種類 15? はい、まとめてお送りします。すごい。まずはボックスステップ、はいはい、右ボックスステップ、はい、右ボックスステップ、はい、1はいはいはい、はい、こういうやつを見た。手は自由にいいんだって。はいはいはい。サバになってますか。そうですね。ボックス左。あ、もう2個目 ?2 個目です。はいはい。左になったんですね、これね。な左や、おー、はいはいはい。左難しいな。はいはい。キックステップ。おー。蹴るときジャンプします。はいはいはい。すごい、なんか先生みたいです。ビズマーキー、サクサクいきますね。両手を出して軽くジャンプ、ん、あ、おお、パドプレ。ちょっと待って、ちょっと待って、今のそのなんとかをちゃんとやってください。ちょっと待って、はい、今いきなりできなかったね。うんうん。おー、へえ、あー、はい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 。これ15あるんですけど。そうっすね。熱い。はい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 。あ、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 そう、いい感じだ、いい感じ、あ、いい感じですね。今みたいな感じ。はいはいはい。上半身大事ですね。全身。ちょっと待って、熱いな。前足を先に出すの。これ。ん？ごめんなさい。今考え事してたでしょ。いやいやいや。なんかちょっとぼーっとしてしまいました、うん、それ見てたら。いや絶対考え事してましたよね。うん。なんでぼーっとするんですか。なんでしょうねこれ。はいはいはい。開いて、おー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 おお、顔ですね。今もう顔なんですかこれは。顔ですか。顔で言ってた感じです。顔でいただきますね。ランニングマン。お、聞いたことあります。聞いたことありますね。はい。その場で走るみたいな人でしょ。はいはい。エグザイルのやつですよね。そうですね。あ、これやりたいね。横向きがいいじゃないですか。あの横向きがいいですかこれは。はい。これやりたいな。うん。
いいっすよ。ちょっと違うぞ、でもこの人と違うぞ。やっぱ乗ってる方がいいっすよ。リズムに、うん、そうでしょうね。7個いきましたね。はい、ちょっと一回休んでいいですか。一回休憩しましょうか。ちょっとこれちょっと石垣さん、やりたくなったでしょ。やりたくな、全然なってないですね、今の見てたら。ランニングはしたかったです。ランニングはしたくないです。ちょっとランニングはマジでできないですから、ランダンス。ああ、できてる。できてます。うん、できてる。上半身がちょっとね、なんかね、はい、溺れてる人みたいになってる。走ってる人ですけど。下半身できてるよ。あ、うん、でもね、上半身と下半身がね、はい、なんかね、一緒になってないわ。すごいジタバタする感じがする。なるほど。あ、でもできてますね。え、できてました。下半身できてる。これに、多分上半身が乗ってくるといいんじゃないですか。はい、ありがとう。なんか指導側になってますよね、それ。このおっさん二人のダンス、誰が見たいんだろう。ちょっともう一個ぐらいやっておきましょうか。はい。15個いった方がいいですか、これ。いや、もう一個ぐらいやって、15個目見ますか。そうですね。15個、一番難しいのいきましょうか、じゃあ。はいはい。15個目飛んじゃいましょうか。そうしましょう。いきなりね。うん、体力あるうちにね。はい、15分前ね、ポップコーン横。おっ。言ってるのが1個も、おぉ、これめっちゃ難しいぞ、これ。あ、いや、でも本当、一瞬きらめきました。はい。その一瞬のきらめきをちょっと、つまんで、はい、重ねてもらっていいですか。ちょっと、できるかな、今回ね。あの手法でしょ。そう。一瞬でいいんで。一瞬をほら、はい、つまむの得意じゃないですか、ジュニさん。はいはいはい。あれ、いけますかね。カクカクカクって。いや、そうしますか。うん、決まったんじゃないですかね。きらめいたでしょ。はい。